リメンバーポルノの話をしてて、なんだろうって思ったらリベンジポルノのこと間違えてたな。やばくね。おや、りょう、なに、これもうダメかもしれない。単位足りないかもしれない。バカ。でも大丈夫、学校なんかで人生決まらないって。大学入って就職して結婚して子供作って子供学校行かせて、なんか牧場みたいじゃない？もっと自由に考えた方がいいと思うな。そうだよな。なんで亮は大学行ったのさ。なんでって？はい、亮君が丸々大学の経済学部にお入りになったのは一体全体どういった理由からでおじゃりますでしょうか。経済学部は潰しが効くって高校の時の先生に言われたのであります。潰しが効く。その先生、自分の評判上げるためにとりあえず進学させようとしていってそう。潰しが効くって笑える。人の生き方に飲みやしらみ相手する時みたいなヘリクって引っ掛けないでよ。どうしたの。俺らなんかはどうせ飲みやしらみなんだよ。ここいらで潰してくれよ。バカー、ブチ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 。ヤクザか。まああんな世の中に迷惑かけることしかできないようなクソみたいな下痢みたいなやつにならないで、俺の方がマシか。マシマシ、大丈夫でーす。ナナ、俺にはしたいことがある。親父の言ってることはいいんだよ、あんな古い考えの。でももう二度とデリとか謝らないでほしい。またやったら、まあ私は寮に会ってもらえなくなるんでしょうか。バカタレアホンだら、毎晩毎晩遊び歩きやがって。どうせ女のとこでも行ってたんだろ。好きにさせろ。好きな女のところにいてそれがなんだっつうな。あげんな、これだっつうの。うわ。大学からだ。今のままじゃ単位足らなくておめえさん卒業できねえと。スケベ女と乳くれ合ったり暇あったらな、勉強しろっつうお達しだ。たけえ学費親に払わせて何やってんだおめえは。別に何がしてるとか今全然わかんねえし、好きにさせろよ。好きにさせろだ、この家にそんな余裕どこにあんだかもやる。はあ、いいかな、お前がやんなきゃいけねえことはな、ちゃんと大学卒業していい会社の正社員になって、そんで嫁さんもらうんでガキ作って、そいつもまたいい大学に入れる。簡単じゃねえか。そんなもん牧場じゃねえか、人間の牧場。ヘリクツ言ってんじゃねえよ。高校の先生だってな、潰し聞くからって今の大学紹介してくれたんじゃねえか。それも気に食わねえんだよな。なんだよ潰しが効くって。なあ、説明できんのかよ。俺は飲みやしらみじゃねえんだぜ、潰さねえでくれよ。飲みだしらみだ牧場だって、てめえや生き物大好きさんか。だったら農学も行けっつんだ、この野郎。ぶち殺すぞ。お前はな、あの女に吹き込まれてるだけなんだよ。ちったてめえで考えろ。なあ、飯も一人で食えねえようなガキがよ、偉そうに。高校も出てねえような女にたぶらかされてんじゃねえよ。見とれ。関係ねえな。なんだ、投げたな、この野郎。投げたな、この野郎。おい、
おめえ就職できなかったらな、この家叩き出すからな。おい、俺から出てってやるよ。ああ、俺の方から出てってやるよ。俺はな、金を稼いで部屋を借りて奈良と一緒に暮らすんだよ。ああ、俺はバイトして金稼いで奈良と一緒に暮らしてやるんだ。おじさん、こんばんは。こっちゃこっちゃ、なんか面白そう。今面白そう。ファファファユーチャイナガー、やい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 やチャイナー、チャイナー、高いくなチャイナー、チャイナー、何するの。なんだ。俺たちは何にもない、何にもないの、無駄なの、何しても無駄、クソ、わかる？無駄なんだよ、無駄、無駄。和也ねえのかよ。うん、ないね。量もないっしょ。しょうがねえよ、思いつかないように作られてんだから。義務教育ってさ、学ぶことって言えば自分捨てて周りと同調して他のやつらが自分たちと違うことしないか相互監視するでしょ。だから俺たちは命令だけに忠実で自分の考えを持たない、持てない。9年かけてじっくりこと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 デクの方に仕立て上げられたの。そう、だから今後人生の目標なんて絶対出てくるわけねえし、そんなの決めれる根性もつくわけない。俺たちは自分じゃ何にもできねえのか。そうだよ。ガンチャくれ。いや、もうない、もうさっきので最後。はあ、取り行くか、盗み行くか。は、サーティーってクラブあるじゃん、あそこの金庫にたっぷり葉っぱあるらしいよ。え、マジで言ってんの。いや、マジでいいじゃん今日くらい。なんか派手なことしてみようよ、どうせやることなんかないんだからさ。思い切ってみる日があったっていいっしょ。
だてめえ。あー、そっちからやめたー。え、ちょっと待って待ってこないで。おい、やめたー。めっちゃ殺すぞ、おい。もうダメだ、おい。うわっ、うわっ、邪魔だよ、邪魔だよ。いらっしゃい。なんかすごいね。どうした？ビール。いや全然。ビールください。はい。何ですか？何ですかじゃねえだろ。変じゃねえだろ、聞こえ。待て。なんすか？あんたも飲んだけ。あ？ビールを頼んだそいつはここの客だ。で、勝手に連れてくのは許さん。許してほしいですね。勝手に連れていくの。ソリマチ、これはボルネット・ディ・コントルチーノです。高いですよ。右か、この辺か。 OK です。あ、俺は親愛会の早見だ。病院連れてけ。これはさっきのと同じです。高いんですよ。ん？お前は？俺は八白せえな。二度とこの店に面出すんじゃねえ。昨日の葉っぱ？ない。は？あ？ない。ない。逃げてる途中で捨てた。はあ、おい。いいわマジで。期待して意味ねクソは。お前ら持ってねえから分かんねえだろうが、クソうまかったかんな。マジでふざけんなよ。あ、なんで？これが最後の友達です。追っかけ回されて拉致られるとこあったんだぞ。なあ。え、てかさ。ヤクザに助けてもらったでしょ。どんな感じだったの？どんな感じだったのね。え、どこの店？今それ関係ねえだろ。関係あるし。いいんだよ。パス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 。そうそうだ。ちょっと俺も欲しい。最後の手持ちってやべえだろ。
だよ。ほらほら。おい、早く行けよ。おい、なに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 。おい、ふざけんなよ。前の車が一回止まった。なんだ、マジでうぜえな。なに。あ、やばいやばい、捨てろ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 。やばい。何ですか。煽っただろ。煽ってないですね。煽っただろうがよ、今の車間距離。調子くれがって後ろで右に左に攻め。いやいや、煽ってないです。煽ってないです。僕たちおじちゃんみたいにすることなくて、若者に説教垂れないと生きていけない人間とか相手にしたら暇ないんだよ。早くどかして。ああ、分かった。ああ。でも俺にもやることはあるんで。おお。やべえ、これバズるぞ、マジで。早く早く。急げ、急げ。急げ。なんか、なんか誰、何なんかしてる。おお、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 ダメだった。こんなとこで寝ないの。はい、おいで。はい、はい。私これからバイトの面接。おっぱい吸わせて。ダメ、もう時間ないから。おっぱいをどうか吸わせて。どうでしょうか。サイアンドコー落ち着きましたか。いろいろなことがあったよ。すげえ嫌なこともあったけど、すごい人にも会った。マジでヤバい人。そんでさ、好きなことをしようとするのは反対するのは良くないって YouTuber が言ってた。俺もそう思うんだよな。そうだね。じゃあ私は好きなことやるためにバイトの面接行ってきます。うん。長めの乳首がスライスして生姜醤油で食べるって。お袋やめとけって。武石くん、せーの。ちびでぎっちょのかかむり。面白い手や。兄ちゃん、面白い手や。あ、はい。じゃあこっち来て。いいけ。こっち来て。何が面白い手や。いや、あなたの歌が。あなた、俺は貴様のことなんか知らんよ。どんすじ合いで人ん言葉あなたげな呼びようてや。すいませんでした。なんがすいませんてや。勝手に歌を聴いてしまって。そやろうが、人ん言いよることに君ば立てる前に初対面なら挨拶するんが礼儀じゃなかてや。はい、反省しとうてや。
本気の。はい。俺に詫びるとや。あ、え、あ、はい、すいませんでした。よし、ソリマチ、包丁。はい。コン兄ちゃん、俺に本気の反省ば、本気のワイバー見せてくれるっちゅう要件。うわっ、ちょっと手出さんや。うわっ、うわっ、こっち大事にせんとな、心が腐るこ。そうなったら命がいくらあってもおしまいた。だけど兄ちゃんの気持ち大事に受け取らせてもらうと。すいませんでした、すいませんでした、お前が草を盗んだな、バカだ。どうかましてみるさ、これ人の気持ちな、雑に扱ったら容赦さえねえや。盗みました、でも逃げる途中に盗んで落としたんです。お前のおかげで人流界から疑われてる。若いもん使って草泥棒させたんじゃねえかってな。組長に甘くかけやがって、これやろう草泥棒。おい、なんだお前。ただの大学生です。おい、武石、御意。ここに面出すなと言ったはずだ。なぜまたここ来た。ストンブラー、待って、俺にも分かんないです。俺にも分かんないです。ただ俺が言いたかっただけなんです。それだけなんです、それだけなんです。200万、迷惑料として200万明日までに持ってこい。わあ、ありました、待ってください、待ってください、俺奨学金で大学行く、親も借金だらけでバイトもしないのに200万円明日までは払えません。ちょっと待って、ちょっと待って、顔貸せ。なんすかこのガキ。お前は俺に借りを作った、だが金がない。支払う代わりにうちの組で働いてもらう。働く？そうだ。よろしくな兄ちゃん。でも俺ヤクザか。まああんな世の中に迷惑かけることしかできないようなクソみたいな下痢みたいなやつらにならないだけ俺の方がマシか。マシマシ、大丈夫でーす。だ、何お先用事や。組のもんに会えたせんや。明日だぜ。よろしくお願いします。
だるい日常過ごしてきて日々うまくいかない人間関係血しぶき上げて真っ赤に燃える燃えかすは真っ白未来は真っ黒誰からも信用されない闇夜にかける心のトップへ分かったことは落ちてく苦しみ逃げ出したことが間違いの始まり希望を照らす月の光に中指立てた